はい、皆さんこんにちは。こんにちはって言いながら何気にこんばんはなんだよね、時間的に。まだ明るいからいいんじゃないかな。日本の場合はほら、それで時間差あるからちゃんと、はい。というわけで、99% と凡人ができる秋シリーズ。今日は何が出てくるんでしょうか。そう、いよいよ真面目にやりつつある。今日は、今日雑談なしでたくさんしたからね、うん。今日はこれです。ボール。ボールですね。ボールを使って。練習です。これを使って相手の形の練習をしましょうと。ほう。ですね。まあ、この間ね、この間って言っても、我々の時系列で言うと数分前なんだけど、うん、この間はね、指を閉じましょうと、うん、こうダメですよって言いましたね。確かにボール持っちゃこういう程度になっちゃう、うん、これはしょうがない。だけど代わりに手首の動きを意識する。まあ、うん、円を描くってね、いろいろ今までアイクン2号使ったり、うん、瓶やったり、ドラフープやったり見せましたけど、うん、ね、ここの束がこう同じ位置にある位置でこういう感じで打ってくるわけで、うんうん、まあ、こういう技が多いので、スーッと球の位置が変わらずにスーッとやってみると、で、ん、これもさ、これだとパントマイムやってる人、プロの人とかすっごいなんかかかるんじゃない。まあだから、これ要するにこれをやる、この位置で球が止まらずに回ってるっていうことは、うん、ここまで使ってるっていうことですかね。これで、ここ固定されちゃったら絶対回せないでしょ、うん、回っちゃうでしょ。だから今なんとか回してやるのに回らないな。回るわけないじゃないですか、ここ固定されてるんだから。この前後の向きがあるからね、うん、ここからこう回んなきゃいけない。そうすると、だからね、技をいろいろかけるときに手首だけでやろうとするとどうしてもこういう向きになっちゃう、うん、それを立体的なやつに使うためには肩使わなきゃいけない。まあ当然一日使うんだけど、肩使うのに動きを見るのにこれがいいんですよ、練習する。で、それちょっとこうやるから。なるほど。やってみます。ボールを、まあ、例えば持ちます、うん、持った状態でこっちを持っております。で、これをここにあるのを意識して、うん、だから普通にね、例えば僕が技をこうやって見せるときやつになってきたら、うん、こうやってやるっていうのでね最後にやるなってでこれは分かんないでしょっていう形、綺麗に動けてるかどうか分かんない。だからこれを持った状態で、ここがこう、こういうふうにこういう風になってるのを確認するためにこういう感じ。よっしゃ、はい、かかこういう状態で、こう球の位置がなるべくここに固定した状態でこうっていうのをやって、これね、うん、これで動きだけをちゃんとマスターして、そう動きは自分可視化するのが大事だから。なんでもあのアイキック2号もそうだけど、間違いなし、ね、それでその上にこれがあるから結構効くわ。可視化、やっぱみんなね、技やってる時に可視化できないから分かんないんだよね、うん、これ可視化しやすいからさ。これで中間さんなんか特にまだあれだから止めたまんま、うん、いいえ、これは全然面白い、うん、いいよ。ああ、違うな、硬いな、ダメだ、パントマイムだよ。パントマイムなんですか。パントマイムないんですよ。おぉまだまだ甘いな、まだ2の方が俺、下手かもしれない。まあだから同じ、それこそじゃないです。今度はこっち向きにこう来たら、こう、おぉ、こっち向きおなんか俺右利きなのに、なんか右のがすっごい動かしにくい。あ、こっちやったらな、固定されてるよ、うん、皮だけにシーズンでいいよこれ、うん、これね、だからちょっとこれさ、こういう、うん、そこういうこれもやったけど、たぶん同じ目だよね。例えばさ、ここの状態でこういくときにさ、そこ最初だけさ、うん、あほら、最初単純に来るね、単純に来るね。逆に言うと、相手上げするんだったら、まあ、こうかのかな、うん、こうあくるくる相手下げ、相手下げだから、こうやれるもっとこうやった方がいい、うん、相手下げ、相手上げ、分かりやすいんじゃない、相手下げ、相手下げだから、こう、相手下げはこう、ごめんなさい、すみません、こう来て、こうやる。アイアゲスにこうしてから、あ、やす
これあれだね。形をきれいにしてみましょうということでね、うん、いいでしょう。これ面白い。いろいろ真面目に研究してるんだよ、このこと喋ってて、ね、手の動きだけを手の動きを入念にやろう。これは本当におすすめですね。まあね、ほらこの間中村さんのこうかけて失敗しちゃったもう皆さん来なくなっちゃいました。はい、ごめんなさい。まあ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 、素人だから。はい、というわけで、というわけで、あのボールを使った可視化しようですね。手首の動きを可視化しよう。手首の動きっていうんだろう、本当に。手首に限っちゃうけどね。手首に限っちゃうけど。綺麗な。こう位置の改造。うん。位置の改造。こうしない。こうする。でも気がする。こうなっちゃって、こんなのさ。でもこうなっちゃダメだ。しっかり手をこう伸ばさないとね。そんなような。まあ、いっぺんにいろんなことできないから、ね。できない。一個ずつ一個ずつ。この間浅野先生に俺。こうやってさっき教えたことができて、しょうがないじゃないですか。新しいことを覚えたら出てっちゃうんだから、前のっていうね。まあ、いろいろ複合してね、形になれたら。まあ、ここに俺と田中さんの差がちょっとある。俺はこの辺ももうできてるかな、動きは。3年間だって言ってたんだよ、って。1回も来なかったからね、岡本先生。週何回だった？週2回だった？週3回。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 俺だけだよ。いや、もう一人いた。鈴木先生って有名な先生がいて、その人と俺だけで1回目。それでいくと俺の方がさ、うん、ラッキーってこと。まあそうですね。週3回3年間実際に見るんで、うん、俺何にも言ってなくてできてる。もうラッキーだよね。ラッキーだもんね。大体弟子だ。大体弟子でもないのに俺の陰謀によって和田先生の技なんてか受けてるしね。まあ土作さんに負けて純ちゃんも受けたから。そうだ、貴重だよ。もう先生いないんだから。1000万払ってないし、ね、もう何億積んだって岡本先生の技受けられないと。ああ、それ考えたらね、ラッキーラッキー、うん、というわけで今日もまたこれで、これは愛樹君っていうほどのことではないです。まあまあ練習の、まあ、練習用の、まあ、器具と考えてもらえた、うん、たまには笑いネタもやりたいな、うん、ちょっと笑いネタやりにくくなっちゃったけどね、うん、というわけでまた皆さんよろしく。